フィンランド佐賀でアニメーションプロデューサーを担当いたしますウィットスタジオの長谷川と申します。よろしくお願いいたします。原作をもともと読み始めたのはアニメーションの制作に携わる全然前だったんで、当時まだ学生とかだったと思うんですけど、ただまあ実際その作品自体は好きで一読者として読んではいたんですけど、自分がアニメーションのプロデューサーになった時に担当をするというのはかなりハードルが高い作品かなというのは思っていたので、まあ受ける時はそれなりにやっぱり勇気はいる決断だったかなと思ってます。この作品自体が一定の支持をしてくださっている読者様がいらっしゃる上で僕たちにアニメ化という話を上がってくるのかなと思ってはいるので、人気があればあるほど思い入れのある読者さんが多ければ多い作品ほど引き受けるのにはものすごく勇気がいることになるなと。なのでまあヴィンランドサガももちろんですし、過去弊社で担当してきた作品というのは固定の読者の方が多いタイトルが続いているので、まあその中でついにヴィンランドサガが来たんだなというのは正直思ったところでしたね。やっぱりその原作、雪村誠先生が書かれた作品、原作の漫画が好きなスタッフが集まってあのアニメ化にしようということで力を出し合っているので、読者の方々がこのアニメを見ていただいたとしても、あまりその漫画との差というか違いみたいなものはそんなに感じずにすんなりと見ていただけるんじゃないかなと思って。そうですね、制作に入る際に雪村先生とお話しさせてもらった時に、お優しい人柄の方なんですけど、作品としてはものすごく暴力的な、あの荒々しい部分というのが多いので、そのギャップがちょっと気になってお話しさせてもらった時に、雪村先生自身はやはり暴力は反対である、ただその暴力というものを否定するためにはいかにその暴力というものが残酷で多くの人たちにとってあのネガティブなことにしかならないんだっていうのを見せるためにあえて書かれているというお話をされていたので、まあアニメにするにしてもやっぱり規制というものは多々入るんですけど、僕たちはそこからやはりなるべく逃げないで向き合わないと、その原作の雰囲気を残したまま読者の方々に伝えることができないかもなというのもあったんで、はい、個人と個人が戦って決着をつけるというよりかは集団で戦うことが多いので、まあ、実写の映画とかもそうですけど、当然出てくるキャラクターたちがたくさんいればいるほど、一つの画面に収まっていればいるほど、あの手間暇はかかるなというのは感じてます。なるほど。というと美術武田さんでお願いしようというのは、はい、おそらくスタッフリングの中で一番最初に自分として決まったところで、はい、まあ、武田さんのお仕事に対する姿勢っていうのももともとやってた別の作品だったりっていうところで、はい、全幅の信頼もありましたし、はい、何より武田さん自身がヴィンランドサガ好きだということをおっしゃっていたの で、はい、で早い段階で美術は武田さんにお願いしたいな、はい、で監督でいうと薮田監督とは直接そのお付き合いはまだなかったんで、その頃はなかったんですけども、弊社では進撃の巨人の CG ディレクターだったり、はい、積極的にご参加いただけていたので、まあ、弊社の制作部長の中竹の方から薮田監督で監督テレビシリーズヴィンランドサガを作ってみるのはどうだろうということで、はい、で実際薮田さんと話させてもらって、非常に作りたいものが明確に自分の中にあるんだなという印象はあったので、はい、年も近かったですし頑張ってみようかなということで、はい、まず動き出して、ね、物語自体は原作とちょっと時系列があえて変えてはいるんですけれど、これからそのトルフィンという主人公のキャラクターがどん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 と過酷な状況になっていきますが、トルフィンだけじゃなくてそのトルフィンを取り巻くそれぞれのキャラクターたちも暴力だったり復讐だったりっていうものにとらわれての、まあその悲しみの連鎖というか、ただそれが見ているだけでただただ悲しいのではなくて、何かしらの爽快感だったりっていうものを伴って皆さんにお届けできるんじゃないかなとは思っておりますので、はい、飽きずに見ていただけると本当にありがたいです